ジェノグラフィックプロジェクトとは、人の Y 染色体派プログループやミトコンドリア DNA の情報をもとに、人類の共通祖先の発祥地から全世界への拡散ルートを特定しマップ化していくことにより、人種、民族の起源と相互関係を視覚的に明らかにしていくことを目的とした進化人類学的研究。個人ユーザー向けの Y 染色体、 ミトコンドリア DNA ハプログループの検査サービスを活用した非営利目的の学術研究プロジェクト。現在のプロジェクト名はゲノ2.010世代。2020年6月1日終了予定のプロジェクト。2005年4月13日、アメリカのナショナルジオグラフィック協会、IBM アリゾナ大学、ファミリーツリー DNA がスペンサーウェルズ博士を プロジェクトディレクターとして全世界のあらゆる地域、あらゆる民族の遺伝子データを集め、人類の進化と拡散の過程を今後5年間で明らかにしていくことを目標とした共同研究プロジェクトを開始した。このプロジェクトはジェノグラフィックプロジェクトと名付けられ、研究費用として4000万ベイドルが用意された。現在は分子人類学者のミゲルビラ博士が プロジェクトディレクターを務める。世界中の11の地域拠点の研究者から各地域の少数民族などの DNA サンプルを採集するほか特筆すべき点はこのプロジェクトに誰でも99ドルで参加できる方式を採用し集まった余剰金は少数民族の貴重な文化の保護や研究に役立てられるというプロジェクトモデルを打ち立てたことにもあった。 高校粘膜から DNA サンプルを採取する場合の1、霊参加希望者がナショナルジオグラフィック協会のゼノグラフィックプロジェクトのウェブサイト上から参加キットの購入手続きをすると、プロジェクト内容の説明用の DVD、自分に振り分けられた ID 番号、採取用の綿棒、採取後のサンプルを入れる小型のプラスチックケース、人類の拡散経路の想定地図、 サンプル採取説明書、同意書、変装用ブートーなどの一式が入ったビデオテープサイズの箱が送られてくる。参加者は取扱説明書に従って自分で頬の内側の高校粘膜を専用の綿棒で1分間ほどすることによってサンプルを採取し専用のプラスチックケースに密閉した後変装用ブートーに入れてテキサス州ヒューストンにある。 ジェノグラフィックプロジェクトの遺伝子解析ラボに変装する。ラボでは PCR 法によって目的の DNA を選択的に増幅し、それをもとに解析が行われる。採取したサンプルが遺伝子解析ラボに到着し、分析が開始されてから結果が出るまで約2ヶ月を要するが、その間、参加者たちはジェノグラフィックプロジェクトのウェブサイト上に 自身の ID 番号を入力することによって分析過程の大まかな進捗状況を見ることが可能である。以上のように低価格で誰にでも扱いやすく簡単なプロセスを経て事故の不景もしくは母系の祖先の手がかりを知ることができるため欧米を中心として急速に事故のハプログループや歴史上の人物、有名人のハプログループなどに関する興味が高まる。 きっかけとなった。日本では、フジテレビジョン系列で人類の足跡である、南アメリカチリのバリーの島からタンザニアまでのおよそ5万キロを、逆ルートから遡っていく、グレート・ジャーニーという、気候ドキュメンタリー番組がシリーズとして放送された。ジェノグラフィックプロジェクトでは、個々の人々との素系関係を識別にする指標に、遺伝子マーカーを利用している。 人の常染色体 DNA は、父母の両系からの遺伝子を組み合わせながら受け継がれる、ため、世代が離れるほど遺伝的要素が薄められていくが、父から引き継がれる Y 染色体は母体に存在しないため、父系が続く限り父と全く同じものを引き継ぐことになる。しかし、世代間によってなされる Y 染色体の複製は、物理的にはアナログコピーの繰り返しとなるため、 何千年に一度の割合で、副社ミスが起こる。しかし、その多くは直ちに生存を脅かすものではないため、その偶発的な副社ミスの痕跡は、そのまま、男系子孫に何百世代にもわたって受け継がれるため、その痕跡のバリエーションを多数採取して、ハプログループとして比較をすれば、相互の分岐関係がわかるというものである。これを体系化したものが、Y 染色体。 カップログループと呼ばれるものである。同様に母から全く同じものを子供が引き継ぐのがミトコンドリア DNA であり、この場合父には父の母から引き継がれたミトコンドリア DNA が存在するものの、父から子には引き継がれず、母の持つミトコンドリア DNA と全く同じものを子供が引き継ぐため、子孫に女性が生まれ続ける限り、 語形に由来するハプログループが何千年にもわたって世代間に引き継がれる。この場合も物理的にはアナログコピーの連続となるため、どこかの世代で副写ミスが起こったものがさらに引き継がれるので、その痕跡のバリエーションを多数採集して体系化したものがミトコンドリア DNA のハプログループと呼ばれるものである。これらのデータは単独ではあまり意味をなさない。しかし、 全世界の民族に対して包括的に行うことによって地域的特性などが浮き彫りとなり人類の拡散と移動の経緯を明らかとすることができる。特に多民族との根血が少ないと思われる少数民族の遺伝子データはマッピングの指標として有用である。ジェノグラフィックプロジェクトの初版では男性参加者は事故の不景を辿ることのできる Y 染色体、 ハップログループの分析か、母系をたどることのできるミトコンドリア DNA の分析かどちらかを選択する仕様になっており、不母量系統の分析を希望する場合は、キットを2セット購入して、夫の分析を依頼する必要があった。女性参加者の場合は、Y 染色体を持たないため、母系をたどることのできるミトコンドリア DNA の分析のみが可能であり、女性参加者が、 事故の不系の分析を希望する場合は、自身の父、祖父、兄弟などに依頼をして、その親族の Y 染色体を分析しなければならない。Y 染色体の分析は、下の1.0の場合、12の STR のマーカーの分析を基礎として、さらに基準となる SNP の分析を併用して、結果を得る方式であり、ミトコンドリア DNA の場合は、 HVR1 の分析を行う方式である。このため、Y 染色体の場合、例えばハプログループ D2 という結果であっても、その下に続く D2A1 ビットなどのサブグレードまではサポートしていない方式であった。しかし、それを保管する方法として、本人が希望すれば、ジェノグラフィックプロジェクトと提携しているファミリーリーのサイトにデータを転送し、 参加者が追加料金を支払ってサブグレードの起点となる SNP の解析を行うことで事故のサブグレードをさらに解析できることが可能となっている。このような個人向け遺伝子解析団体や企業が相互に補完し合うことで夫の特性を維持したままより活性化していくというプロジェクトモデルも画期的な試みであった。ちなみにジェノグラフィックプロジェクトが 全人類を対象とした地球規模の地図化に主眼があるのに対して、フトドナは個人の系譜を完成させていくことが主眼の DNA 解析であることに違いがあるが、両者は互いに重なり合う面が多く、欧米では下の1.0の参加者の多くがフトドナにデータを転送し、フトドナのユーザーとなっている場合が多い。2016年ジェノグラフィックプロジェクトは、 ヘリックスとのパートナーシップを開始したことに伴い、プロジェクトの参加者は DNA の解析によって得られたさらに深い情報を取得、管理することができるようになった。ヘリックス版は米国内発想のみ。唾液採取型でサンディエゴの解析ラボを使用し、従来版はヒューストンのラボで解析されているゲノ1.0は、 2009年4月の時点で30万人以上の人々が参加し、2009年8月にはナショナルジオグラフィックチャンネルで人類の系譜というタイトルでジェノグラフィックプロジェクトの研究成果をドキュメンタリー番組としてまとめた内容が放映された。2012年秋、ジェノグラフィックプロジェクトは内容を一新してゲノ2.0のベータ版をリリースした。 ゲノ2.0の参加費用は199ベイドルで、ゲノ1.0に比べて約2倍の参加費用になっているが、男性参加者の場合は、不敬をたどれる Y 染色体、ハプログループと母系をたどれるミトコンドリア DNA の分析を包括した内容になっている。常染色体の解析については、各人の常染色体の DNA パターンを示すだけではなく、スペンサーウェルズ、 エランウィリハイク、ジョンズ・ホプキンス大学、ナショナルジオグラフィック協会、フトドナラによって共同開発された人のゲノムを構成する代表的な9つの祖先の出身地域の人々との混成部合を明らかにできるジェノチップと呼ばれる方式を採用している。これにより、現在の自分がいずれの国たちと近似しているかを数値的に表したり、ネアンデルタール人やデニソワ人と、 共通しているつに染色体のあり合いなども表示することが可能となった。また、私たちの物語というページでは、下の2.0の参加者が互いに不素、母祖素について知っている内容を書き込めるようになっており、完全匿名性を重視した下の1.0に比べて、同じハプログループに属する人々が交流できるような仕様に変更されている。下の2.0では、 現在、米国内発送用、ヨーロッパオーストラリア地域発送用、国際発送用の3種類が販売されており、価格は同じであるが、解析過程に何らかの違いがある可能性がある。2015年6月より、出荷調整のため、ベータ版の販売を停止し、同年秋、ゲノ2.0次世代として、ゲノ2.0の正規版をリリースした。パッケージは、ベータ版と、 ほぼ同様の黒で、スクレーパーやプラスチック容器、付属の変身用ブートーも全く同一のデザインである。参加費用は、ベータ版と同じく199ベイドル。男性参加者の場合は、不景を辿れる Y 染色体、ハプログループと母系を辿れるミトコンドリア d n a の分析が可能。ベータ版では、ネアンデルタール人やデニソワ人と、 共通している常染色体の割合が表示されていたが次世代版ではデニソワ人との差異を表す項目がなくなっておりネアンデルタール人と共通している常染色体の割合のみとなっている分析精度が飛躍的に向上し14万 SNP の解析が可能となった反面ベータ版で可能であった生データのダウンロードが次世代版では ダウンロードできない仕様に変更された。しかし、フトドナにデータを転送することは可能で、フトドナのサイトから生データをダウンロードすることは可能である。ゲノ2.0では、現在、ロシアメキシコを発送除外にしており、この2国を除く全世界への出荷が可能である。日本国内では低価格で精度の高いワイセン体、ハプログループの解析を行っている会社が、 存在しないため、日本国内の利用者も増加傾向にあった。国際発送版は、高校内粘膜をスクレーパーで書き取り、プラスチックケースに入った保存液に入れて送り返すタイプで、費用も199米国ドルと送料50ドルかかるのに対し、ヘリックス版は、米国内のみを発送対象とし、唾液採取型で、費用は99米国ドル。 キャンペーン期間中は59ドルで販売するなど価格帯でも大きな開きがあった。2018年よりジェノグラフィックプロジェクトは国際発送版を廃止しヘリックス版のみの販売に移行し日本国内からの参加は不可能となった。2019年6月1日、ジェノグラフィックプロジェクトはヘリックス版の販売中止を発表。 同時に2020年6月1日をもってプロジェクトを終了する旨を発表した。すでに販売済みで未使用のキットに関しては2019年12月31日までに使用し変装の手続きを行っている分のみを解析の対象とし、解析後のデータの閲覧も2020年6月1日以降は不可能となることを告知し、 企ユーザーに対してはデータをダウンロードし個々で保存することを奨励している。ジェノグラフィックプロジェクトで解析したデータをフトドナのサイトへ転送した分については、フトドナのサイトで引き続き使用可能である。2014年の時点でゲノ2.0の参加者は世界中で約65万人以上、2015年を発売開始以降、約70万5000人。 2016年2月の時点で約74万2652人を超え、2017年9月には約83万4322人を記録、2019年12月の時点で約100万5694人、140カ国の人々が参加している。これら参加者たちによって提供された DNA の生データは人類全額、 分子生物学の分野の発展に大いに貢献された。このプロジェクトの成功により消費者が遺伝子検査に手軽に申し込めるというスタイルが確立され、海外では病気のリスクなどが用地できる23アンドムなど様々な分野にも DNA を利用したビジネスが生み出されるきっかけとなった。また世界中で日本人にしか見られない Y 染色体の系統である ハプログループ D1A2R や世界で珍しく日本人に多い O1 ビット2の系統樹が更新される要因となった。Y 戦色体ハプログループの世界格差も表す想定地図ジェノグラフィックプロジェクトの主たるチームメンバーは以下の通りである。ありがとうございます。